こんにちは。今日も習慣化のお話です。セルフコンパッションのお話で、習慣化を挫折させないためのポイントパート2ということでやっていきましょう。昨日セルフコンパッションのお話をした上でポイント、大事なのは7つありますよと。でそのうちの1つ目のポイントと2つ目のポイント、1つ目自分と失敗を同化させない、はっきり話しましょう。それから2つ目に、まあこれ食って元気出せよっていう風に自分の中にいる相棒に語りかけるという、そういうことを紹介をしていきました。でこのセルフコンパッションっていうのは一体何が大事かっていうと、つまり結局はセルフコンパッションっていうのが高くないと習慣化も身につきやすいし、自尊心も下がっていってしまうし、何もかもがいい方向に進まなくなってしまうというですね、まあ、マイナスにとらわれてしまいますよっていう傾向が高くなってしまいますんで、自分に優しくするとか許すとかっていうのを高めていきましょうと。仮に習慣化しているものを失敗したとしても、次どうするかっていう対策をきちっと練って挽回することによってセルフコンパッションを高めていきましょうというのが大事だという、そういうことにつながっていきます。はい、ということで今日は3番目、4番目、5番目の3ポイントを、ね、紹介していきたいと思います。まず1つ目が、やったことを記録して進展を確認するということです。目標を仮に立てたとしても、その達成がまだまだ先やなって思ってしまうと、途中でしんどくなっていってしまってやめてしまうんですよ。例えば皆さんでもダイエットで何キロ痩せるとか、あるいはランニングで毎日この距離走るとか、禁酒禁煙を何日間続けるとかっていうふうに目標を立てたとしても、その一日一日刻むのがなかなか遅いなって感じてしまったりとか、ダイエットして一生懸命1週間運動して食事制限もした、さあいざ何キロ痩せたんや、 500g ってなったらなんかやる気起こらなくなってしまうじゃないですか。だからそういった風に進捗がわからない状態だと、こうやめてしまうきっかけにつながりやすかったりするんですね。だからそれを止めるために、モチベーションを維持するためにはどれだけ前に進んでいるのかっていうのを感じ取ることが必要だということなんです。習慣化が挫折してしまうのは、その一度でも挫折してしまったからっていうふうに皆さん思っているかと思うんですけれども、実はそうではないんですね。何が言いたいかっていうと、例えば運動習慣を続けていると、まあ、何かしら1日30分とか1時間の筋トレなりウォーキングなりランニングなりをしていると、ところが雨が降った日外に行けないから、あ、終わったとか、あるいはですね、飲み会に行ってちょっと次の日だれてしまって、あ、今日はいっかっていう風に、その1回やらなかった日が発生してしまうと習慣化は終わっちゃうっていう風に思いがちなんですけれども、実はこれそうじゃないっていうことなんですよね。積み上げれば積み上げるほどやりやすくなっていくっていうのが習慣のいいところだったりするんですよ。でも僕なんかは現役時代って腹筋運動ってめちゃくちゃ嫌いだったんですよ。バーベルやったりとかスクワット、まあ、スクワットというか、あのフットワークで下半身めちゃめちゃ鍛えるんで、足の長さの割に太ももが太すぎてジーンズが入らないくらい筋肉でパンパンだったっていうようなことだったんですけど、腹筋運動が嫌いで、せいぜい1日30回もやったら十分かなっていうの、でもその程度しかやらなかったんですよ。ところが今は腹筋運動だけでも何回やってるかってちょっと数えてないんでわからないんですけど、腹筋だけで30分から長い時で45分くらいやるというような感じでですね、家でも腕立てやった後に腹筋をちょろちょろってやるっていうのがもう習慣化として身についてるんですよ。なぜかっていうと、ちょっとうっすらお腹が割れてきてるのが見えているのと、あとはですね、それから自分ができる腹筋運動のレパートリーっていうのはいっぱい増えてきたんですよ。だから上、ここの上の部分だけじゃなくて、下腹部の方を鍛えるための腹筋とか、いろんなレパートリーが増えていくから、だんだん腹筋やるのが楽しくなってきて、もう今じゃ腹筋をやらないっていう方がちょっとムズムズするっていうような状態になっていくわけですね。はい、で例えばその積み上げがゼロになると、腹筋一生懸命頑張ってきたけど1回も上がらなくなってしまいましたってなると、そんなことは急に起こりえないですけど、ゼロになっちゃうんですよね。ところがゼロになってないんであれば、また積み上げればいいっていう話なので、そのために皆さん自身にこのポイント3として何をやってほしいかっていうと、今までこれだけやってきたんだっていう自分が進んだ道のりを振り返るためのノートっていうのを記録つけてほしいんですよ。で記録に関しては、まあ、DAIGO さんが、ね、こういう付け方するといいよっていうのを紹介してたりとか、本も出されたりとかしてますけど、もう皆さんがもうシンプルにもう数字だけ書く、何やったかと数字だけを書くっていうようなノートの付け方でもいいですし、そういうのもいいんですよ。まあ、何でもいいと。だから、あ、
昨日こんだけやって今日これだけ進んできたんだなっていうのが一目見て分かると、あるいは1ヶ月前振り返ってみてとか1年前振り返ってみて、あ、こんだけ自分はできるようになったんだとか、こんだけ痩せたんだとか、こんだけタバコの本数減らせたんだっていう風に、自分は頑張ってるんだよっていう風に肯定的に捉えられるようにするっていうことが大事だと。進んでる実感を持つことっていうのが継続性を結果的にもたらして習慣を身につけていくと、習慣化が定着していくという、そういうお話につながっていくという、そんなわけなんですね。さらにずっと同じ負荷でやっているわけないじゃないですか。例えば筋トレなんかでも、最初はバーベル40キロから始めた人が、半年間かけて45キロになりました、1年かけたら50キロになりましたっていう風に記録をつけていくと、あ、1年前と比べた時に俺10キロも成長してるんだっていう風に、やったことだけじゃなくって、やったそのプロセスだけじゃなくって、成長した過程までが見えるようになってくるんですね。だから筋トレだったら、やった回数とかやった重さとかっていうのが上がっているのが見えたりとか、禁煙するんだったらタバコ1日40本吸ってたのが39、38って1本ずつ減ってって、1年経った時に0本になっているとかっていう風に、どれだけ自分が成長していって、1日この本数吸おうと思ってたのが、今はじゃあ0になったんだっていう風に、タバコ吸ってる人にとっては0にするって負荷だと思うんですよ。その負荷を上げても全然へっちゃらだっていう状態に成長できているっていう実感が持つことができてしまえば、もう習慣化を確実に定着していくという、そんなお話なんですね。はい、ということなので、やったことっていうのはしっかりと記録していきましょう。なぜかっていうと、頑張っている自分が見れるのと、成長した過程が見れると、よし、もっと頑張ろうっていう風なモチベーション維持と継続性っていうのをもたらしてくれますんで、それが結果習慣化につながるという、そんなところです。続いて4つ目は、あの人ならこう言ってくれるはずということですね。まあ、これは2つ目のセルフケアに関しては、自分が自分に語りかけるので、そうじゃなくて第三者にこう言ってほしいなとか、こう言ってくれるだろうなっていうことをこう委ねてみるっていう、そういうお話です。習慣が途切れそうになった時とか、それから失敗しそうになった時って、まあ、自分に優しく声をかけてくれる人は一体誰なのかっていうのを想像してみましょうということです。だから、あなたにいつも優しくしてくれてるのは一体誰なんだろうっていうのを、こう一人ないし二人とかって浮かべてみていただくと、どうでしょう。お父さんですか、お母さんですか、親友、旦那さん、奥さん、兄弟、姉妹、それとも仕事の仲間。で、これのポイントっていうのは、別に正直誰でもいいですよ。誰が声をかけてくれてもいいですよ。ポイントは、どんな優しい言葉をかけてくれるかっていうことなんですよ。そのお父さんならお父さん、お母さんならお母さんっていうふうに思い浮かべた人が、例えばですよ、ここまで一生懸命頑張ったんやから少し休もうやっていう声をかけてくれるのか、壊れるまで頑張らなくていいやでとか、もう大丈夫。これは FF7 のエアリスですね。僕、気持ちあるんですね。失礼しました。全世界のエアリスマン、大変申し訳ありませんでした。まあ、それを見として、自分に優しい言葉をかけてくれたりとか、あるいは支えてくれる人がいるという、この感覚を持つことっていうのが大切になってきます。ですんで、誰がどんな優しい言葉をあなたにかけてくれますか、これを浮かべることによって、一生懸命頑張ってるんだから、ちょっとくらい休んだりとか、休憩してもいいじゃないかと。そんな時に、じゃあ次頑張るきっかけを、またその人が、よし、そろそろ始めよっかって言ったら、よし、頑張るわって言って、また筋トレやったりとか、禁酒頑張ったりとか、ダイエットで食事制限頑張ったりとかっていう風に繋がっていくということになれば問題ないということですんで、誰がどんな言葉をかけてくれるのかってことを、ちょっとイメージを膨らませていただけたらというふうに思います。そして最後、今日の最後5つ目は、失敗をプラスに変えるポジティブ思考法というものです。で、失敗をした時にまず問いかけていただきたいのは、例えばどこが難しかったんだろうとか、どうすればよかったのかなとか、何が足りてなかったのかなみたいなことをこういろいろ振り返ってみて、じゃあどうすれば今回のチャンスをものにすることができるのかっていうことをぜひ考えてみていただきたいと。失敗っていうのは必ずするものですんで、失敗もあると、それは受け入れようと。ところが、これを乗り越えることによって明日はうまくいくから、じゃあ次の手立てどうするのかっていうことを考えるのが大事だってことなんですね。だから何が言いたいかっていうと、単にポジティブになろうっていうことじゃダメなんですよ。ポジティブになったら、ああ失敗してもうた、まあええか、今回はもう運がなかったんや、しゃあないしゃあないっていうふうに、もう何の次にもつながらない、これが挫折になっていってしまう、この可能性が高まってしまうところになります。で、そうじゃなくって、あくまで失敗したことそのものの原因っていうのをしっかりと捉えて研究して調査をして、じゃあ次にどうするのかっていう対策をしっかりと練っていきましょうということです。だから、つまり地に足つけてしっかりと考えましょうよっていうことですね。ただのポジティブな
だったら次の行動っていうのは絶対に生まないでそのまま流してしまいますので、これは注意しなくちゃいけないと。だからうまくいかなかった原因をいくつか考えて、その修正点をセットで用意するっていうのが、対策として必要になってくるよっていうことです。例えばじゃあそうですね、お菓子を食べたとしましょう。皆さんがお菓子食べたらダメだって決めてるのに完食してしまいましたと。そうなった時にじゃあ原因は一体何なのかっていうと、お原因何かなと思ったら、あ3つ浮かんだなと。1つ目はついでが買い物に行った時のついでに買ってしまった。それから2つ目にもらい物として友達から受け取った。そして3つ目に冷蔵庫に残っているものをついつい手を伸ばしてしまった。この3つがあると。じゃあこの3つの対策について、1つ目ついで買いに対しての対策としては、自分にこう問いかけようと。お前は金を払ってまでデブになりたいのか。なかなか強烈ですよね、はい。それから2つ目にもらい物を受け取ってしまいましたという時は、友人に対してごめん今ダイエットしてるから勘弁してってきっぱりと断るようにするとか。それから3つ目、冷蔵庫のお菓子についつい手を伸ばしてしまうという場合であれば、ポジティブキューを作ろうと、はい、冷蔵庫のお菓子を食べるなっていう風にケーキとかお菓子の写真にバッテンを書いたものを冷蔵庫にバーンと張り紙として貼っとくという、こういう対策を練ろうと。ここまでができてポジティブに考えていく、ポジティブ思考につながっていくということですので、単にあやってもうたなもうええかって流すんじゃなくって、やってしまっただから次はこうするっていう風に、まあ、誘引習慣イフゼンプランニングですねにつながっていくような対策っていうのを立てていけるのが、まあ、ベストなんですけれども、まずはしっかりと原因を考えてどう対策を打ったらいいのかっていうところまで、これをセットにしてやっていっていただけたらという風に思います。ということで今日はまず1つ目がやったことを記録して進展を確認しましょうということと、それから2つ目にあの人ならこう言ってくれるはず、どんな優しい言葉をあなたにかけてくれるでしょうか。そして3つ目に失敗をプラスに変えていくためのポジティブ思考法ということを3つですね紹介をしていきました。明日いよいよですねセルフコンパッションのパート3最終話になっていきますんで、7つのポイントっていうのをしっかりと押さえて、皆さん自身のセルフコンパッションというのを高めていって習慣化目指していってください。ということで本日の動画以上となります。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。